NHK 藤見が丘クラブハウスは東京都杉並区久我山の旧 NHK 藤見が丘運動場内にあった木造2階建てのクラブハウス。前川国夫が設計し1954年に竣工。高井戸公園整備のため2016年3月に取り壊された。 管理事務所は1階白壁のヘアクラブハウス東側日本放送協会が所有する富士見が丘運動場のクラブハウスとして1954年に竣工した。1階にはホール、6畳和室、広衣室、浴室,室、厨房、トイレなどがあり、2階には食堂、厨房、6畳和室が配されている。2階の周囲には広いバルコニーが巡らされている。 バルコニーの北側には外部階段が接続されており、建物の外部から2階に直接上がれる構造になっている。建物の西側には藤棚がある。京都工芸繊維大学助教授の松熊洋は、木造ながらルコルビュージエの原理的な空間概念である、ドミノシステムのような開放的で伸びやかな空間を生み出していると評し、 木造モダニズムの可能性を試みた意欲的な作品であると述べている。また彼は周り階段や手すりのデザインについてアントニン・レイモンドのセーポール教会の影響を指摘している。NHK 富士見が丘運動場は2006年3月31日に閉鎖されたが杉並区が管理を引き継ぎ2007年3月20日に富士見が丘運動場として開園。クラブハウスは その管理旨となった。その後、運動場は2015年5月17日に、高井戸公園整備のため再び閉鎖され、一部は8月8日より遊び場110番として暫定開放されたが、クラブハウスは開放区域には含まれず2016年3月に取り壊された。ありがとうございます。